突然なんですけど自転車買いました。中古ですけどね。あ、でもこの前の動画で話してたか、中古自転車屋さんをですね、 H 君に教えてもらって、昨日買って彼は修理に出しに行くっていうので一緒についていったんですけど、とりあえず買っちゃいました。70ユーロ、で多分ですね、彼のやつはもう少し安くて60ユーロで買ったらしいんですよ。で僕も最初50ぐらいで交渉してたんですけど、全然ありそうだったんで50、60ぐらいでなんですけども、僕どうしても黒が欲しくて、オランダでね、ブラックバイクってすごくいいなと思っててね、オランダ行った時にアムステルダムで全部ブラック一色のバイクなんですよ。そういうのが欲しいなと思ってたんですけど、最低限街乗りでちょろっと走るぐらいだと思うんで、僕の場合はまあ十分だろうと、こういう中古でね。その中から選んでたらあんまりいい色がなくて、とりあえずこれを買いました。で今日は早速ですね、家までチャリで今帰ってみてるんですけど、電車でいつも20分で、今 Google ナビで自転車のナビで出してみたら40分ぐらいかかるみたいです。まあ多分そんな早く行けないんで、1時間ちょいくらいはかかるだろうと思ってます。もうね、ちょっと今10分ぐらい走っただけで結構膝太ももが来てるんで、ちょっと頑張って帰りたいと思います。まあね、こういう感じです。ちょっと悪あがきをして、どうしても黒にこだわってこれにしてもらいました。で、まあもうできればね、やっぱりプリントも何も入ってない真っ黒なやつが欲しかったんですけどね、しょうがない。まあ一応ギアもついてるし、サドルもしっかりしてるし、で雨よけもね完全についてるんで、前も後ろも。とりあえずまあ観光のような気分でゆっくり帰ろうかなと思います。あんまり早く走れないんで、のんびり帰ります。バイクからお届けするのは初めてですけどね。一応まあもちろん電車にも乗せられるんで、自転車は家から、そうですね、自転車使いたいなっていう日は持ってきて、まあ街中はこれで走ったりとか、あとは H とも、どっか自転車で行けるような観光スポットとか、まあ2人が見に行きたいところ一緒に行こうって言ってるんで、結構ね活躍するんじゃないかと思います。あ、で鍵も一緒に買ったんですよ。鍵もちょっと見せましょうか。鍵はねこういうやつです。鍵はねあんまりこだわりなかったんで、とりあえず H に見てもらって良さそうなやつ、もう一個ね普通のか、なんて言うんだろうな、普通の金属でできたやつがあったんですけど、そっちはなんか簡単に外されるらしいので、まだこっちの方がいいと思うっていう風に言ってたんで、こっちにしました。これはいくらつったっけな、20ユーロって言ってたのを、15ユーロに負けてもらいました。バイクは80だったのが、70ユーロか。本当はね60ぐらいまで行けたはずなんですけどね、もうなんか疲れてしまって自転車選びとその交渉がね疲れてしまって、もういいや、70でじゃあいいよつって買いました。とりあえずまあそんな感じでですね、なんかお出かけしたいなと思ってね。結構ねバスとかもね頻繁に使ってるとお金かかるんですよ。で電車も高いんで、まあぼちぼち活用させようと思います。いやちょっとは進んだのかなと思ってたんですけど、全然進んでないわ。あれいつも電車から見てるスタジアムで、この辺がこの間車窓動画みたいな感じでやったかな、僕が好きな感じのエリアだと思うんですよね。うわ全然走ってないわ。今ねあっちから来たんですけど、道のりは長い。今日やめとけばよかったな、電車で帰ればよかった。さあ今信号待ちですけど、よく見るとねあの信号をね自転車マークがついてるんですよ。なんか今まで全然気にしてなかったんで気づかなかったんですけど、あんな信号があるんだ。なんか普通のあの歩行者用のね、ああいうやつしか気にしてみたことなかったから気がつかなかった。で完璧にもうこっちは自転車、レーンがやっぱりオランダのように敷かれてますね、こういう感じで自転車が通れる道が、もう整備されています。なので普通のこういう道は、自転車レーンなかったりするところもありますけど、走りやすいところもある。ここはずっと今走ってきた道も自転車レーンが、整備されています。あそこにねちょっとモールっぽいやつを発見しました。なんとなくアメリカっぽいな、あそこ
アメリカによくあるモールをすごい連想させる。面白いかな、面白い、なんか来てみたいですね今度ゆっくり。まだまだあと 20、30分ぐらいかかりそう。あんなところにリドル発見、マックもありますね。でこう引いていくと、ここもねまたモールっぽいとこなんですよ。でホームセンターだなこれ、 DIY ホーム&ガーデンって書いてある。ウッディーズ、知りませんけどね、そんなお店自体は知らないけど。ここも、ホームセンタープラスちょっとショッピングセンターっぽくなってるのかな。ここもアメリカっぽいな。こういう場所があったんですね、なかなか面白い。あそこにでかそうなテスコがありますね。ここなんだろう。ここもショッピングセンターかな、多分。着きました、我が町へ到着しました。やっと着いた。8時前です。さあというわけでようやく到着しました。今何時、7時、8時前ぐらい。結局1時間40分ぐらいかかって、まあ当然いろんなものを見ながらゆっくり走ってきたんで、すごくスローリーペースで来ましたけど、最初の頃はね、最初の10分ぐらいはもう後悔してたんですけどね、電車で帰ればよかったなって。でもねやっぱり面白い。当然初めて見る景色ばっかりだし、あとはこんなところにもう店があるんだとか、あこの辺はこういう家がいっぱいあるんだなとか、途中のねモールみたいなとことかもなんか新鮮だったし、面白いなと思いました。やっぱり自転車でしか出会えない景色だったと思うので、普段やっぱり車じゃない、電車とかバスでは見れないような、光景にたくさん出会えたので、やっぱり、ね、自転車いいなと、ちょっと面白いかなと思い始めました。ですがまあ足が痛いっていうのはまあ慣れれば大丈夫だと思うので使ってみて、であと途中で公園もいい、うちの近所にね、知らなかったんですけどいい公園があったので、そこで今度はドローン飛ばそうかなとかね、そんなことも思いました。とりあえず、まあ、家に泊めておいて。でもね結構ねボロいですけど愛着がもう湧いてきた。もう1時間半ぐらい乗っただけでも結構愛着湧いてきましたね。まあできればブラックオンリーのね真っ黒のやつが良かったんですけど、一応黒は変えたしいいかなと。あと普通のママチャリみたいな、それこそ本当にブラックバイクのアムスタルダムのブラックバイクみたいなやつも あるにはあったんですけどね、状態が良くなかったり、あとは僕もあの僕もっていうか遠出を結構するかもしれないと思ってたんで、まあこういうマウンテンバイク系のごついやつにしといた方がいいかなというのもあって、あの H と一緒にね、いろんなところに出かけようっていうふうに話してるので、まあそういうことも含めてちょっとおしゃれなブラックバイクみたいなのもいいんですけど、タフな環境で使えないと困るので、あとあとまあこういったタイプを選びました。まあかろうじてブラックでなのでまあいいかなと。ちょっとねあんまりこれよく見たらねステッカーなんで、ちょっとあとで気に入らなかったら剥がしちゃおうかなと。あとはスプレーで黒く塗っちゃったりね、まあ、そこまでカスタムするほど愛着が湧いてくるかどうかわからないけど、まあとりあえずでも楽しかったです。いや家に帰ってくるだけだったんですけどね、軽く、旅行気分を味わいました。なんか千葉一周自転車で昔したことあるんですけど、その時のことを少し思い出したりしました。とりあえず荷物が重たかったな。まあせいぜい僕は
やっぱり都市部の方でね、ちょろちょろちょろ近所乗るぐらいだと思うので、あんまり遠出するにはちょっと厳しいかな。まああと体力の問題で。というわけで、自転車買ってみたというお話でございました。